条約校は不平等条約によって開港を規定された公案。開港上とも言う。1842年の南京条約で五校を開港した清をはじめ、日本、朝鮮などでも条約校が設定された。条約校では違い方権を持つ疎開や外国人居留地が設定され、欧米列強の繁殖民地的支配の拠点となったが、その反面、 条約校を中心として近代文明が導入された一面もある。中国の条約校はその後の北京議定書や天津条約、下関条約などによりさらに拡大した。1810年代末より現在の北海道、小笠原諸島、ハワイ諸島を結んだジャパングラウンドと呼ばれるマッコウクジラの漁行場に原油獲得を目的に米国などの捕鯨船団が集まり始めた。 また、1840年から始まるアヘン戦争の結果、清とイギリスとの間で南京条約が結ばれた。すると、米国も1844年に防火条約と呼ばれる修行通商条約を結び、清との貿易が活発化した。米国内では、1846年のオレゴン条約によって、英米共同占有だったオレゴンカントリーに国境が引かれ、 1848年には、米国戦争によって得たメキシコ活情地にて、カリフォルニアゴールドラッシュが始まるなど、太平洋に面した、米国西海岸は、かつ気づくことになる。一方、鎖国をしていた日本では、江戸幕府が1842年に、浸水給与令を出し、外国船への補給を開国を伴わずに、実施していたが、米国は1853年、 北西太平洋での商船と捕鯨船の補給と安全のために本に気候地上陸を求め、開国を迫ることになった。1848年の米国海海軍委員会におけるキング委員の報告で、北太平洋横断航路は、真の東海岸の東、シナ海から津島海峡を経て日本海に入り、津軽海峡を通過して太平洋に出るか、あるいは、 日本海を経ずに、琉球諸島付近から太平洋に出て、本州南方沖を通る化して、体験コースで米国西海岸に至る航路が想定されていたと米国のサンフランシスコとの間の体験コースは右上の画像外部リンクを参照。気象情報が不十分だった当時、台風を避けられる日本海経由は有効であり、 津島海峡に近い長崎や津軽海峡に面した函館は津島暖流沿いという利点も加わって気候に適した港であった。また、日本海が湿ける陶器には黒潮のって南西諸島の間から太平洋に出れば黒潮沿いの下伝も同様であった。さらに、函館と下田はジャパングラウンドに近いため捕鯨船の気候にも都合が良かった。 日本沿岸での捕鯨1854年3月31日に締結された日米和親条約に基づいて、下田と函館の両校の寄港地としての開港が決まるが、下田が即日開港になったのに対し、函館は翌1855年3月に開港することになった。なお、日米間以外の和親条約及び日米役定の上では長崎も、 気候地として開港することになっていたが、実際に開港するには至らなかった。船舶の安全な航行、入港には、日本沿岸及び近海の測量した海図が必須であるが、これらは新条約の調印以前には、例が少なく、調印後に諸外国によって本格的に作成され始めた。1853年には、ジャパングラウンドにある、小笠原諸島の父島で、 アメリカ合衆国が石炭補給所用の敷地を購入し、黒潮おいでは1854年7月11日、アメリカ合衆国と琉球王国との間で、琉米修好条約が結ばれ、その後同様の琉仏修好条約、琉乱修好条約が結ばれた。1858年の日米、修好通商条約をはじめとする安政後、過酷条約により、 貿易を前提とした開港場として、函館、神奈川、新潟、兵庫、長崎の5港が決められ、開港5港と呼ばれた。このうち、函館以外は、4港とも呼ばれる。なお、1859年に始まる、ペンシルベニアオイルラッシュ等によって、米国には、石油企業が育ち始めるが、その一方で原油の需要は低下していき、 日本に寄港する外国の捕鯨船団も少なくなっていった。すなわち、当初の日本海国の動機であった、新米艦回路の中継地、及び捕鯨基地としての日本の地位は変化し、為替再期目的の金、銀の輸出入や、ギートなどの日本の産品の輸出入が主目的になっていった。朝鮮は1876年の日朝。 修航条記で不ほ他に港の開港を定め、1880年に元山、1883年に新川が開港した。後には、米国、英国、フランス、イタリアなどと締結した通商条約で条約港は拡大した。ありがとうございます。